村上頌樹8回0風で開幕25回連続無失点、阪神3連勝。阪神先発の村上頌樹投手がプロ初勝利を完封で飾った前回登板の22日中日戦に続いて、8回2安打無失点7奪三振の圧巻の投球で2勝目。開幕から継続してきた連続無失点を25イニングに伸ばし、チームを3連勝に導いた。チームは3試合連続完封勝ちとなった。球団の連続イニング無失点記録は2006年に藤川球児が達成した47回3分の2で、開幕からの球団記録は1963年の中井悦雄の31回。勝ったで。トラホー。カジヤもようやっとる。村上様入れ替わってるやんけ。宝石のような村上。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。